にちは。こんにちは。今日の資料の方をいただいて、同じことを。のために仕事してるっていう人多いと思うんですよね。でそういった中では元気にお父さん帰ってきてくれる、お母さん帰ってきてくれるっていうこと、まあ、ご両親なんかそうかもしれないですけど、まあ、誰一人怪我がないようにしたいのと、死亡事故だけは絶対起こしたくないといったところが一番の強い思いかなというところです。で大きな事故がないように意識を高めていかなければならないと、完全に。